はい、どうも、フレッチです。さあ、今回もワールドボックス遊んでいこうと思います。さあ、今回はね、最強オーク軍団ということで、オークがね、こう、動物を狩りすることができるんですけど、その時にレベルが上がるんで、まあ、このね、動物を殺した経験で上がったパラメータを用いて、他の勢力を圧倒しようかなと。そういった感じの動画ですね。こう倒していくんで、レベルが上がるわけですよ。で、そのレベルで上がるパラメータが結構ね、バカにできない上昇を見せるんで、これ今やってますね。こいつがね、もう多分強くなってますよね。こう2レベルになりました。こういうので、こう体力も上がっていくんで、そうですね、10レベルくらいが多い勢力を作ってから、ちょっとね、人間とかエルフとかと戦わせようかなと。で、まあこれね、神の祝福も入れて、もう本当に、オークをね、めっちゃ強くしようかなと思います。一応ね、マップはこうね、アジアです。まあ、日本周辺で、やっていく形になりますが、まあ、人間を一応もう置いておこうかな。こんな感じですね。まあ、他の種族も置いていきますが、外交とかのイベントを切って、オーク対全部にしようかなって思ってますね。だそれをうまくやるために、まあ、この一応古い時代の生き物をね、死ぬことができるっていうのを一応切ってるんですけど、まあ、これが寿命を指すかどうかわからないね。できる限りこうね、質の高いオークを作っていくと。あんまりあれだよね、空腹とかもさせない方がいいんですよね。さあ、4レベル見てください。こんだけ上がってます。360ですね。人間1レベルと見比べますと、100なんでもう雲泥の違いだね。5人くらいやりますよ。で、めちゃくちゃ動物は増やしたんで、いつでもね、倒せるはずなんですが、いないですね。ちょっと増やすか。だから10レベルがね、4、5人くらいいたら、ちょっと戦争のね、開始としたいんですけど、まあその辺のコントロールはこっちできるから、それ待ちたいんですが、動物がいなくなっちゃったな。めっちゃ下にいたよね。逃げすぎじゃないちょっと。いや、もう引っ張ってこよう。ほら、おいでー。ほら、よっと。気持ち悪い。よしよしよし。いいぞ、いい子、いい子、いい子。やれ。あー、逃げちゃいますね。やっぱ、オークは怖いのかな？じゃ、空腹がすごそうですね。カリーは空腹を満たすためにやってんじゃないんですかね。どうでしょうか。さあ、こんな感じ。お、7レベル来ましたね。7、6、1、1。この2人やってないみたいです。攻撃力はね、高いよね、この子でも。彼見てみるか。どういう7レベルなんだろう。このマークはないですね。殺害0、7レベルと。装備品で上がった感じかな、彼は。こんな感じで555とね、体力とんでもないことになるんで、こうなれば無双できるわけですよ。では、他勢力入れていこうか。あれ？人間死んでるよ。ドアだ。ドアだ。あと10人ですかな。近いか。エルフ近いかもしれませんね。まあ因縁なら相手なんで、ボコボコにしていこうかな。さあ、この50人をね、ちょっと強くしよう。こいつらから始めていきたいんだが、どうかな。死んでますかね。ちょっと食料がきついか。狩りってどうですかね。切っちゃった場合するかな。腹減ってるから倒せると思ってるんで、ね、これ切ってますけど。ちょっと空腹でよるダメージ減らしてどうかな。やりますか。あ、やってるっぽいですか。あ、じゃあいいや。趣味で狩るんならいいよ。やってやって。さあ、ちょっとお気に入り入れてみますけど。あー、やっぱでも狩ればっかか。10レベルになったね。体力540と。めっちゃ強いね。他、ちょっと見てみますけど。いやいや、殺害してないですね。兵士がやってるわけではないのかな？ちらほらいるんだよな、やるやつは。殺害順で見たいね。なかなかいないか。あれ？一人しかいなくない？今のところちゃんと殺してんの。
武装だけしてますね。あ、君やってるね。君じゃない、ウサギじゃないよ。ウサギ、あれ、え、普通生きてるよね。おお、あ、55、いるいますね、ちゃんと探せばね。狩り担当がいる形なんですかね。全体で強くなってるって感じじゃないのか。めっちゃ強い少数がいるって形かな。どうだろうな。3人くらいだとね、ひっくり返せるかな。ちょっと多くだけ戦争入れるからね、頑張って他大きくなってほしいですけど。狩りしてるのは多分2人だけですね。なかなか見つけらんないね、そもそもね。それが経験値あるかな。動物をね、狩るのが一番ね、安全な経験値ですが、それ以外だと例えばね、オオカミとか倒させて回復させるみたいな。ソロで行く？ちょっとなんとかレベル上げる。これならさ、あんまり食らわずにいけるし回復すればいいと。地味なやつね。よし、ちょっと地味にいきます。地味に。無限に狼出したら危ないかな。人間とかで行く。じゃあラワラオ、ここからさ、いかでもないでしょ。ゴア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 。さあ、ひたすら繰り返したんですが、どうでしょうか。お、殺害結構増えたね。あー、どうだろうな。でも結構、でも体力的に上がってますね、全体的に。ほら、285とかね、多くなっていると思うんですけど、特に弓とかが上がってそうです。あ、そうでもないかな。480結構いますね。ちょ、お気に入りで見てみると、こんな感じですかね。9レベル、3レベル、3レベル、10、10とか。結構底上げできました。もうちょっと行きたい感はあるな、とはいえ。もうちょいお気に入りを。わかりやすくしたい。全体の底上げをするにはね、やっぱデータ数を増やして。もうちょっと1、2分くらいやろうかな。無限人間狩り。地獄みたいなね、光景ですけども。あんまリスクもないと思うんで。妖精をやって回復でもいいんですけどね。雷落とすもんね。要因がわかんないんですけど、そういうのがあるから。で、ちょっとね、他の種族たち、まあ人数少ないから増やしてやろうか。同数くらいまでやってみよう。そのパラメーターさ、ご了承ってやりたいんで。数はね、同数あるいは上にしたいから、最悪追加してやろうと思います。もう少し人間狩りいきますね。死ぬほど疲れましたけども、多分できましたね。おお、すごい強い。銃が3体5レベルとかがいて、体力がすごいです。多分結構他も上がってると思うんですけども、指が死にそうですね。さあ、こんな感じでね、4レベルとかもいます。4レベル3レベルとか、まあ平均がね、本来1とかだと思うんで、それを見ればですね、この平均的な高さ、特に真ん中とか弓とかが多いんですかね。どの辺が殺してるかいまいち分かりませんけどね。まあ、おおよそこことか見てもね、高くなってるんで、これで行ってみようかなと思うんですが、ちょっと速度落としますね。もちろん強いわけですから。じゃあ、バーサスエルフから行ってみようか。まあ、一応118人いますから、エルフ側にはね、また押すのかきついですね。ちょっと150ぐらいで行きます。163にしたんですけど、武器なしなんて正直弱いですよね。
ょっとじゃあもうちょいやるか。よっしゃ、利き手じゃない方使いますね。6101453といいですね。さあだいぶ強くなったんじゃない、みんなこれで。ねえ、彼はお気に入りっていうか、いろいろな人たちが上がったと思います。まあ簡単には見れませんからね、まあ、全体が高くなっているとは言えるはずなんですがね、うん、ほらほらこんなやつ見てもね、4レベルですよ。これはでかいだろうと思います。さあちょっと今の時間でね、ある程度武装したかな。163対130、まあ十分いい、性能の差だと思う、性能差、数の差だと思いますね。さあ非常にね疲れてますけども、こんな使い方すると思いませんでしたね。さあ行きましょうか。まあどこが来てもいいや、最悪、まあ、エルフとこが絶対戦うね。色はいいかな。色いらないですね。これでいきます。まあこれは戦うでしょう。さあどうだ、性能よ性能、まあ、攻撃力はないとしてもね、圧倒的な体力がありますから、いけるいける。まあ数はね先ほど見ましたがね、圧倒的にではないですけど、まあほぼ同じくらいの数でしたね。うわ強い強い強い、星付きオーク硬いですね。おいいねいいね、いや強い強い強い。まあね、エルフは何もねしてませんから、もちろん、まあ、時間あげて装備はつまみたくらいですからね。終わったかな。おお星付き残ったね。全然ね食らってないわけではないと思うけど、圧倒しましたね。ちょ回復だけさせてあげよう、連戦させたいからね。さあこれ一回外すとして、こんな感じ。まあちょっと星付き死んだら死んだでしょうね。まあエリートオークとしましょうか。まあとはいえまだまだ残っています。あとはなんかあるかな。お、あ、ドワーフだ、ドワーフ。来たぞ。第2戦。オークバーサスドワーフ。70対100ですね。その辺強いのかな？どうだろう。星付きが来たら変わりますよね、もちろんね。強いか、祝福もあるからかな。さあちょっと全体的な平均でね強くなってますから、やっぱ違うね。6レベル、こんなね草の根のものまで強いと、これがやっぱ多くだと思うんですよ。もう少しなんかないかな、レベル上げ方法ね。狩りだとちょっと十分じゃなかったね。まあもちろんエースはできましたけど、全体底上げするにはね、指を殺すかね、何かしらツールが必要かな。経験値振らせるみたいなのないもんね。祝福がまあそれに近くはないか、あれはまたちょっと違う、ね、性能を与えるもんで、まあ、単純にこんなに強くするにはね、私がやりましたね方法ですることができて、こう最強化が出来上がるとちょっと足んないな。まだ死なないよね多分ね。どう死ぬ？寿命とかで。ちょ、極力お気に入れとくか。ん？来たっぽいね。来たら2倍かな。ん？少数すぎない？最強区軍団、お気に入り組でいうとこんな感じです。6、5とかね、かなりレベル高いですね。あ、ちょっと弱い子もいますね。1レベル。新入りでしょうか。まあ、もちろんね、ドワーフを見ればわかりますけども、この全員1レベルですからね、こんな感じです。まあ、ドワーフはもともと性能高いんですが、200体力で23ダメージと。
例えば我々の中で、じゃあそうですね、ボスじゃないとしても強いやつとしては、まあ、10こいつ言いますね。540で42と。武器はもうそんな強くないね。グッドアックスです。42、540ね。武器持ちいる？いるね。222ですから。ね、普通に対面したら勝ちますよね。船ないんだよな。そういえばね。人間攻めさせようと思ったけど、ここはちょっと安全域だね。3倍くらいにするか。いや、強くない？ドワフが溶けますよ。これよ、これ。ちょ、エルフ復活させてあげるか。あ、そう、ごめんね。そっか。戦っちゃう。こんな感じかな。置いた分には戦争しないんでね。ちょっとこれで北海道とか、かわいそうなんで復活させてあげてと。さあ、でも世代交代とかありそうだよね。1台を強くするんであればね、先ほどやった方法でできますけども、ちょっと狩らないかな。まあやらないか。狩りとかでね、開ける方法はね、あったんですが、あ、行った、まあ、それはそれでいいや。いけ、星付き少ないな。お前らが引っ張らないと。さあ、ちょっと数ですね。まあ150多いですけども、84のドアフに向かっていきます。まあ本来の性能であればね、結構食らいますよ。それですが、154ね、150か、覚えておきましょう。まあ攻めた数はもっと少ないですけど、ドワッと押しますね。ちょっと早いかな。1倍にします。ダメージも上がってるんですかね。まあ、とにかく体力の上がり方が凄まじいという違いがありますが、あ、ちょっと死にましたね。イメージはあれでしょうか、キングダムのね、山の民でしょうか。とにかくタフなんだと。これがオークって感じじゃない。まあ、1人死ぬときには5人殺すくらいの勢いですね。あれやんないと。あいつ、お前レベル上がったかな。4人やってますね。あのオークを4人も倒せると、あいつはユニークドだね。一発でしなかった今。お前の意味強くない？こいつ6レベルのやつ60ダメージ、これが強いわ。さあ、もう全滅しました。数は150でしたね。あー、増えたんだろうな、きっと。わかんないですね、これじゃあ。戦士組でも、これ、星付き全然減ってないよね。それで言ったら、まあ、ね、圧倒的なんだろうなと。さあ、今ね、後から追加したやつしかいないから、まあ、この辺はね、見過ごされてますけども。さあ、最強奥軍団ができましたね。今回ね、ちょっとパラメーターっていうのが気になったので、ちょっと上げてやってみました。まあ、直でいじることとかできないので、まあね、頑張ってね、上げましたけども。まあ、その、戦争して上がることもあるんですが、戦争前に上げるっていうね、ちょっとその、ね、まあ、チートじみたね、プロテインじみた行為をしまして、エルフとか、ね、滅ぼさせました。もう一回行ってみたいな、とはいえ。全員集めるか、こいつら。全員集めて戦争すればいいんでしょ？ちょっと待ってね。広がっといてもらって、よし。もう一回行くか。最後の一発行きますよ。ちょっとお気に入りの範囲広げますね。とにかく多めで行こう。
さそうと上がりました。10レベルが結構できましたね。19、10、10と体力も700近くあると思いますし、相当これは強くなったね。では行きますか。170人対全てだとまだ足りないかな。ちょっと増やしますね。なんかいるな。さあ来ました来ました来ました人気はないだろうけど、さあ撃つはね、下の敵よ。さあ凄まじい近接戦が起きてます。まあ、数はね、年で見れるんで、まあ多くが勝つと仮定してやってますけども、どうでしょうか。おー、凄まじい。羊が邪魔ですね。にしても減らせなかったんでどうしようもないですけど、さあ星付きが生きてることがね分かれば、10レベがまだまだいるんだろうなということは分かります。エルフ軍やっぱ意味多いですね。どうでしょうか。奥軍きついか。これはさすがに押し切れでしょうか。非常に長いで弓を受けてますけど全然食らってないですね。星が減らないと。エルフ軍や連合軍はね、星付きを倒すことでのみね、戦局の打開がありますが、星に弓が異常に多いんで、なかなかね、倒しづらいか。星があって、弓があって、星があってじゃないか。弓で体力多いわけですからね。近接より倒しづらいでしょ、それは。さあ、とはいえ、なかなか減ってきましたね。ちょっと一度、数見ましょうか。109とだいぶ減りましたが、いや、でもまだいるな、下の方に。厳しいか、レベルが高いとはいえ。ちょっと一回見てみようか。奥軍10、10、6、10、10と10が残ってるね。10しか残っていないのか。逆に言えば、まあよっぽど激しいね、戦いだったので、それ以外きついわけですよ。ちょっとまとまってほしいな。まとまらせよ、無理やり。せめて団結だけしてほしい。よし、近接星もまだいますからね。言うてね、回復させようかなと思うんだけど、それはさすが邪道だよね。まあ、この戦いが終わるまで見守っていきます。建物とかできたら無視してほしいね。まあ湧いてきちゃうけど、そんなものは無視してね、行ってもらって、いやー一回ちょっと上に行って離れるのはやめてほしいね。一丸となってやってもらおう。あいつ頑張ってるね。こいつレベル高いんじゃない。こいつほら全然知らないですよ。いけ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 、そいつは援護しろ。そいつを、すごい硬い、すごい硬いぞ。星はついてないが強いみたいです。さあ来た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 。さあ最終戦入りますよ。41、73、39と、まあ若干残ってますね。オークはわかんない、滅んでないか。あ、ちょっとあれですね、どこから来たドワーフなのか分かりませんけど、
ああ、なんかあれかな、行っちゃった感じかな。あった今、そんな行ける瞬間って。まあ、ちょっと分かりませんけどね、戻ってくるだろうかな、あれだな。まあ、大体なんか王国に向かっていく感じもするんで、そういうシステムがね働いたんでしょうか。さあ、まあ、お互いじゃあね、国なしになるわけですけども、残された軍隊を倒してるわけか。じゃあいけ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 、ナイスナイスナイス、強いぞ強いぞ。今回ばっか多くにはね、ちょっと感情が移ってしまいますけども、一回集めたいな。こいつはもう国ないもんね、だってね。ちょっと集結集結、どうしよう、お前ら集結集結、ここかな。はい、ないんですもんね、だってね。どうしたらいいんだろうか。なんか青い国がいっぱいあるんですけど、これ多くのかな。まあちょっといいや、なんかいっぱいできてるっぽいんですよね。そしたらね、多分まあ上から来るんで、あれを待とうか、こいつらですね。ああ、ちょっとちらほらいますね、彼は。ああ、8レベルね、頑張れ頑張れ。ドワーフ軍、しんがり軍ですか。あ、強い強い強い。あれ、そんな簡単にドワーフ死ぬ。人間もいますね。さあ、しんがりめちゃくちゃ強いです。やっぱレベル上げた場合弓がとにかく強いですね。さあ、人間の弓部隊との交戦、彼は10レベル来ましたね。第2しんがり、しんがりじゃないですか、もうここまで言うとね。進軍でしょうか。帝国主義つけてあげよう。なんかもう国作ってるっぽいですけどね。ちょっと戻してあげる。こんな感じになってます。どういう形になったかが全く分かんないですけど、それぞれリーダーが独立したみたいな感じかもしれませんね。首都はなくなってしまったんで。おー、ここでも終わらしたいな。じゃあ滅ぼしたいですよね、どうせ戦ってるでしょ、だってね、戦ってますね。じゃあ乗り込むか、拾いづらいんだよな、こうやってなるとね。まあ、国は消滅してしまいましたがね、残り勇者ちゃいますから、行ってもらいましょうよ。最後の進軍です。さあ、今回はね、レベルを上げて遊んでみました。もともと強い奥にね、一応動物狩れるってことで多くにしたんですが、まあ、このやり方であれば誰でも関係ないね。まあ、とにかく多い人数でなんかね、適当なやつを投入して殺してレベル上げればパラメータが上がるんで、その力をねちょっと最大限活用して、まあ多い敵をね、多い、まあ同数とか数に勝る敵とかを倒していきました。なんか抵抗がおりましたけども、どうされましたか、言ってください。戦いを止めるな、戦いを。何人いるんだろうね、この人数でさ、これ落とせそうだよね。やってみようかな、ちょっと何人いるんだろう、分かんないですけど、まあ20人もいなそうですよね。これ子供たちの国でしたけど、まあこれはもういいや、ちょ回復させて。いるじゃないですかね、ここにね。ここかな、あ、でもそんないない、34人か。51人やれそうだよね、普通にね。8レベルとかでしょ、って50って。まあ行ってみましょう。これは小さい方がいいかな。これでですね、まあ、ここに行くわけですよ。して、大体10人ちょっとですよね。この軍勢で行ってみましょう。50対。50対10です。弓なし。弓なしですね。これ、万族です、完全に。
応戦してきたぞ。はい、一応ちょっと星見ますと、まあもうだいぶ減っちゃいましたけどね、だいたいもう10レベルいってますね。平均は7、8くらいかな。なんでまあここの体力はすごいです。多く死ぬことあるのかいいですね。レベル能力ご了承でしたね。多分装備品とかあんま関係ないと思うんですよ、ここまで来ると。とにかく少数精鋭ってことでしたね。それを今見せていますけども、頑張れ一人で相当倒せるんじゃないかな。ちょっと最後にそれやってみよう。誰かいない？近接でめっちゃ強いやつ。こいつじゃないかな、一応リーダーとかそうでしょ。ちょっとリーダーだけ連れてっていい？540、あれ700、なんかめちゃくちゃ高い子いるよね。720かな。こいつ強くない？ 66、 あでも攻撃力で言うとこいつも高いか。ちょこいつ行きますね。どこにいる？これに小さい点で、ん？ドイツだ。お前か。お前を持ってって、お前一人でこれいけんじゃないかな。さすがに無理かな。ちょっと行ってみて。34対1。いけ。あ、きついか。弓があるもんな。あんま食らってないね、でもね。合わせ合わせ、あー、きついか。ノックバック食らってんのかな。ああ、きついきついきつい。きつい、追われてる。めっちゃロックバックされてんのかな。さあ、この時点でダメージ。100。全然いけるんじゃない、これ。いやー、近づけないかな。弓痛いな、やっぱり。いやー、一人、どこまでいけるこいつ。どこまでいけるかですよ、もう、ここまで来ると。ああ、そんなもんか。一人じゃさすがにきついかな。あれどうなったこれ。ああ、終わったっぽいですね。船にあといる感じですね、これだと。さあ、めっちゃ強くで行ってみましたが、ちょっとじゃあ復讐にね、3人で行こうか。これどう？強いかな。一人だとやっぱ弓とかね、その、はめ殺しじゃないですけどね、ある程度。まあ、ちょっとねノックバックとか聞いてやられちゃうんで、そこにやられましたね。まあ、3人なら違うと思いますけど、まあ、3対20なのでね、まあ、エルフに失礼ですね。かわいそうです。あれ、あそこ早くしたか。今加速しますね。まあ、これが最後だと思うんで、やっぱ弓が強いのかな。ね、性能を無視するじゃないんですけど、まあ建物とか狙ったりするからかな。普通に食らいますね。あ、やられちゃってるわ。リーダーも死ぬかな、ここで。410。遠距離なら違うのかな。どうだろう。近距離でしたもんね、全員ね。子供たち、いや、違う違う。弓行ってほしい、弓行ってほしい。あれ、回復、あ、なんか回復してるな。リジェネレーションついてるぞ、こいつ。待って、これ行くんじゃないか。これは行ったでしょう。追加してもいいまであるもんね。回復量すごいな。食らってないですね。食らってない。まあ、回復してるってことが正しいと思うんですけど。援軍とかないでしょ、だってもうね。終わったね。そうか、リーダーまた違うんだね。こいつリーダーだと思うんですけど。星付きかつリーダーね。まあ、大人数ならね、わかりませんけど、まあ、少なからずこの程度のダメージあれば、吸収しきっちゃうと。ちょっと暮らしてみて。あー、20、まあ、30ダメージくらいか。回復はわかんないですからね。まあ、10人がかりで撃てば死ぬかな。10人、もう5人、5、6人かな？当て続けてね。
そうすれば倒せるだろうと思いますけど、さあ行かないですね。なかなかね、あいつはどうでもいいと、最後ゆっくり殺すんだみたいな。そうではないのかな。まあ死ぬことはないでしょうね、もちろんね。何をしてるんだろう。行けばいいのに。あ、行った行った行った。ついに怒ったね。はい、さあこんな感じで消えました、すべてが。最強奥たちによってね、滅んでいきました。さあ今回はレベル10、まあ、ないしは上げたね、軍勢とそうではない、まあ、いわゆる普通の軍勢を争わして、まあ、どんだけね差があるのかと何回も戦わしてみました。まあ上げることがねできたらね、さやっぱり圧倒的ですね。まあ、特にリーダー級になるとね、とてつもないパワーになって回復もするしでね、もう全然食らうことがないと。まあ、大軍勢の戦いであれば、まあ、単純にね、耐えれるんで、押し切ってましたね。